はい、というわけで皆さんこんにちは、サーキングでございます。今回はですね、こちら大阪の大繁華街でございます、心斎橋の方に来ております。さて今回の動画なんですが、タイトルにも書いてある通り NMB48 のフォースアルバムナンバー13の発売を記念しまして、さまざまな展開が各 CD ショップ店で行われているということを聞きつけましたので、今回そちらの方を調査しに行こうかなと、そういうふうに思っております。というわけで今回の動画はですね、 NMB48 フォースアルバムナンバー13発売記念 CD ショップ店を巡っていきますと、そういう内容でございます。それでは早速本編参りましょう。はい、というわけで今回もどうぞよろしくお願いします。というわけでまずはこちらですね、心斎橋のオーパにございます HMV&BOOKS 心斎橋です。それでは早速行きたいと思います。はい、というわけでやってまいりました。こちらが HMV&BOOKS 心斎橋でございます。この HMV さんでは2つのコラボがなされておりまして、まず1つ目は HMV とのコラボポスターが掲出されていると、そしてもう1つは CD を購入すると抽選会がある、この2つでございますね。はい、ということでまずはそのポスターの方を探しに行きたいと思います。じゃあ行きましょう。一通り探したんですけど見当たらないですね。一体どこなんだろうか。これなにわ男子ですもんね。マジでどこなんやろ。見つけました、見つけました。これですわ。 NAB48 で書いてます。こんな感じ。あ、これ初めて見るな。初めて見る朝ですよ。みんなが笑顔で、あ、これいいじゃないですか。公式の写真欲しいですね。めちゃくちゃ最高これ。みんな可愛いな。いや、みんなね、かっこいいキリッとした表情もちろん素晴らしいですが、やっぱこういうね、笑顔が素晴らしいですよね。やっぱそれでこそ NMB だなと、そういう風に思うところです。ちなみにこれの場所なんですけど、この英語とか教材が売ってるこの間ですね、教材と教材のその間にはでございますね。いやー、改めて見ても可愛いな。いいっすねこれ。これマジで宣材写真として欲しいな。いやー素晴らしいわ。いやー、ね、なかなか可愛らしい16人が見ることができたというところで、次は CD を買うと抽選会に参戦できるというところですね。ちょっとそっちも行ってみましょうか。来ました、来ました。はい、はい、じゃあ、はい、1、2、3。ああ、ほんまですね。 ありがとうございます。当たり、あ、よろしいですか。やべやべ、めっちゃ当たるやん。当たり見た。ああ、ありがとうございます。こういう時に打つか。なんかね、変な運ありますよね。僕ホログラム仕様、メンバー別トレーディングカードがもらえる、でチーム M 推しなんで M のメンバーからトレーディングカードですね。ほら、HMV 心斎橋 M やからケイトちゃんがいるんですよね。果たして推し出るか。そこの運もね、あるのかどうかってところですけど、楽しみ。お待たせしました。カード3枚、はい、はい、ありがとうございます。というわけで全部当たりということで3枚いただきました。このトレーディングカードでよろしかったかな。では一気にその3人見ていこうと思います。せーの、おおほほ、ちょっと待ってください。面白いメンツが揃いましたね。ミラコ、アンジュちゃん、そしてこれはホリシオンちゃんですね。いや、これは素晴らしい。ということでこの3人でございました。いや、いいっすね。なかなか、特にミラコはね、卒業しますから、これは貴重でございます。というわけで以上が HMV さんの展開でございました。あのポスターはなかなか素晴らしいですね。最高に可愛かったし、そしてまあ抽選もね、全部当たりで、しかもなかなか素晴らしいメンバーが出てくれて非常に嬉しいものでございました。はい、というわけで次は上信日本橋店さんの方に行かせていただこうかなと思っております。それでは移動していきましょう。というわけで続いてやってまいりました、こちらでございます。上信日本橋店さん、こちらね、リニューアルオープンということになりまして、リニューアルオープン後初めてです、私行くの。あ、めっちゃ新しくなってる。これは楽しみです。あ、すげえ、ナンバー30って書いてるわ。あの一日店長のやつの宣伝だねこれ。マジかこれ。これはすげえでっか。あ、めっちゃ大々的にやってくださってる。これは嬉しいもんですね。あ、さっきのと同じですねこれ。おー素晴らしい、これすげえな。これはこれはちょっとファンにとっては嬉しいですね。すげえ、これは感動するわ。いや素晴らしい。さっきからね、語彙力失ってますよね。ダーンということで、すげえな、これは素晴らしすぎる。こんなでかくねやってくださるのはほんまに嬉しすぎるわ。こういう映像もあるんや、すげえ。これ4枚目のアルバムナンバー13って書いてある、発売します言ってるわ。いや、こんな大々的すぎて、これちなみにね、ちょっと右に行くとこんな感じで、ほら今リップリップルのねエンジョイブレー、
こう流れてますけど、こんな感じで CD の展開というのもあったりします。おーすごいな、めちゃくちゃ可愛いわ。やっぱすげえ裏もあるこれは素晴らしすぎる。すごいな上司さん、毎回毎回すごいですけど、いやありがたすぎるこれは。いやこれは NAB のファンなんてよかったですね、お前間違いないわ。おーなぎちゃんも出てきました。あー可愛い、最高やなこれ。いやちょっとずっと痛くなっちゃいますねこれはちょっとやばいっすね中毒になりそうこれは。これ次のシングルの時もこういうのしてくれそうで楽しみですね。これ入り口入ってすぐですからね。いやとんでもないわ。というわけでこんな感じで上州日本橋店さんでは様々な展開がなされておりまして、その展開だけではなく、まあ、CD をこうやってね購入すると特典の写真がついてきたり、抽選にも参加ができたりとか、そんな感じの企画もあるみたいです。これずっと痛いなもうここに住みたいぐらいですけれども、それはねただの迷惑なんでやめときたいと思います。というわけでそろそろ CD の方をね予約してるんで、そちらの方を買いに行きたいと思います。ところどころにねこうやって NAB がいるんで、幸せな気持ちになれるわこれは。ちょっと待って、2階に上がったらとんでもないもん見つけた。またこれはすごすぎる。さっき1階にもあったパネルですよねこれは。いやー素晴らしいんですが、それだけではございません。後ろにポスターもあるんですけれども、これ見てください。いやーこれはまあ聞いてはいましたが、いやー改めて見ても素晴らしい。これがですねメンバーのサインが書かれている生写真ですね。これも展示されてるということで、あー素晴らしいわこれは。いやーいい展開してくださってますね、ほんまにありがたい話です。そしてこれらの写真の横にはさらにこれがあります。ミカナちゃんの等身大パネルですね。いやー綺麗やなこう見ても。いややっぱりねミカナちゃんの素晴らしさ、高め小僧とよく言われますが、顔の素晴らしさが垣間見える瞬間。いやいいっすねこれは。いやー改めて見てもこのパネルは素晴らしいですね。こんな感じでね一人一人の顔もこうやって見ることができます。めっちゃ可愛いわ、すっごい最高っすね。みんな可愛いし笑顔も素敵だし、いやそれがねやっぱ一番の魅力だと言えるでしょう。いやー可愛らしい、これは最高ですよ。皆さんぜひともねお越しになってみてはいかがでしょうかって言えると思います。はい、というわけでそうこうしてるうちにですね CD の方もゲットをいたしました。この CD をゲットするとこういったものがもらえます。これですね、なんとメッセージ付きレシートということって大体 CD 出したらありますが、今回はなぎちゃんとかりんちゃんとちひ上司の CM に出てるメンバーによるメッセージレシートとなってます。じゃあなぎちゃんですね、いいですね。はい、続いてはちひですね。いつもたくさんの愛をありがとうございます、皆さんのことが大好きだということで、なかなかシャレの効いたメッセージ。続いてラストがかりんちゃん、小島かりんちゃんでございます。ソロ曲最高に下品な私もたくさん聴いてください、ぜひともまた聴かせていただきたいというふうに思います。というわけで上司日本橋店さんはこんな感じでございました。いや本当にねどれもこれも素晴らしい展示だなというふうに思います。皆さんもね行っていただきたいと思います。さて続きましては自称 NMB の聖地スタヤビス橋の方に行かせていただきます。負けない展示がおそらくされてると思いますんで、ぜひとも楽しみに見に行きたいなと思います。それではスタヤビス橋さん行かせていただきたいと思います。上司日本橋さよならバイバイ。はい、というわけで続いてはこちらですね、スタヤ恵比寿橋さんでございます。ちなみにこれがラストということで全力で楽しんでいきたいと思います。じゃあ行きましょう。ちょうどビジョンで放送されましたナンバー13、いいね。いやめちゃくちゃかっこええわ、素晴らしい。いやいいっすね、じゃあ入っていきましょう。いやなかなか入られへんやん、いいねかっけえかっけえ。じゃあ入る入る。さてエスカレーターを下っていくと、お早速ある、お素晴らしい。これいいね、ナンバー13のポスターが貼られてるわ。入って早々これか、素晴らしい。さすがつったエビスパイスさんですね、入ってすぐこのデカさとはね。いやたまげたたまげた。で今回ポスターはこの辺りに、おありましたありました、こんな感じでね飾られております。こういう感じ、あっちにもあるわ。あなかなか素晴らしいじゃないですか。じゃあ順を追って見ていきましょうか。まずはセンターのミカナちゃんがここ、いやー素晴らしく綺麗やな、美しい顔してます。ちひ、いやーこの笑顔は最高っすね。いや本当に可愛らしい。さあカニちゃんです。おなんかちょっとかっこよさ綺麗さ可愛らしさがなんか混ざったようないい表情してますね。さあそして推しメンケイトちゃん、可愛いな相変わらず。いやもうどの表情も素晴らしいんですよね、ほんまに素敵やなと思います。そしてこっちサイドの方もね見ていきましょうか。
こちらレイちゃんですね。いやー可愛らしいわ、相変わらずいいっすよね、みんな表情が素晴らしい。そしてナギちゃん、あーいつもの可愛らしい笑顔が見えております。サカタン、サカタンと言うべきじゃないかな、ミチャピー、ミサキちゃんですね。いいよ、めちゃくちゃ可愛い。そしてワカポン、いやーみんな可愛いよな。いつもねこの伝え別橋さんの展示っていうのはね、こうやってメンバーを可愛くやってくれるんで、まあ生写真のね絵柄ではあるんですが、非常に嬉しいななんてそういう風に思うところでございます。いややっぱ可愛いわ。次はここのように見ていきましょうか。おゆいなちゃんがね記念すべき初選抜ってことでようやく抽選にされました。これはおめでたい話や、ほんまに。さっきのみちゃぴもそうですが、本当におめでたい話です。おしんちゃん、しんしんですね、ほんまに可愛いな。しんしん最近もうしんしん大好きすぎてね、興味津々でございます。寒いギャグ置いといて、これがはるちゃんやね。素晴らしい、やっぱみんな可愛いよな。あれが前田玲子ちゃんですね。 NAB メンバー1の NAB オタクということで、いやーみんな可愛らしく映ってますね。これも素晴らしいわ。さあそしてラストはこちらですね、あのちゃんから。いやー可愛いな、いい表情しとるわ。これは素晴らしいですね。さあそして連続選抜のうーかちゃんと、そしてわかにゃんですね。可愛いな、みんな。あ、プロプロちゃいますね、カレンタ。いや、カレンタもね、選抜復帰ということで、本当におめでたい話でございますけれども。いや、今回の選抜、本当みんな可愛いなって改めてね、そういう風に思います。さあ、そしてこんなやつもありました。ナンバーサーティーンのジャケット衣装ソロアーシャ、アザーカットパネル展というやつですね。おお、これは素晴らしい。みんな可愛いし、綺麗し、かっこいいし。なんかね、今日それしか言うてない気がしますけれども。いいっすね、これは。なかなか素晴らしい。デコマッチもいます。おしんちゃん、前田玲子ちゃん、かりんちゃんですよ、これは。おお、かっけえ。みかなちゃん、これがれいちゃん、そしてなぎちゃん、ちひもいます。みんな可愛いな。赤ポンがキリッとした表情、キリッとちゃんもいって、みちゃぴ、はるちゃん、そしてこれがかねたん、わかにゃん、うーかちゃん、そしてあのちゃんという。おお、この選抜ほんま僕結構好きなんですよね。改めてこれを見ることができてるこの状況、本当に、ね、当たり前じゃないからなとそういう風に思いますね。いや素晴らしいわ、ほんま最高。そしていつもの CD コーナーのところにはこうやってみかなちゃんの等身大パネル、ジョーシンさんにもあったやつですね。さあそしてアーシャはこれに変わってます。まあこれはね皆さんもご存知のアーシャだと思うんですけれども、みんなのこの表情かっこよすぎんか、ほんま。ランのこのアーティスト写真はね本当に大好きなんですよね。大好きがどんどん更新されていってるというところでもあるんですが、本当に素晴らしいなと思います。でさっきのパネルの横には自称 NAB48 のステージということで、こんな感じで NMB コーナーみたいなのがあるんですよね。いろんなまあ写真集とか雑誌の表紙飾ったとか、まあ、そういうのが並べられているんですが、まあ、その中でも一番特徴的なのはやっぱこれじゃないでしょうか。これこれ、いや本当にね毎回素晴らしいの作ってくれるなと思いますけれども、新しいのに更新されてます。なんでって、9期研究生がいるからです。結構これ毎回ね恵比寿橋さんメンバーのこういう紹介のパネルみたいなの作ってくれるんですよね。これほんまに毎回ありがたいなと思いますけれども、いや今回もいい感じですよ。ちょっと近目に見てみようか。チーム N いいっすね。そしてまあ M が切って、あなかなかこれはすごいな。なんかツイッターとかインスタグラム、あと TikTok とか、まあ、そういういわゆる SNS の QR コードっていうのかな、それがこうやって貼られてますね。すごいな。要はこれ読み取ったらそれに飛べるいうことですよね。なかなか素晴らしいな、こういう試みすごいなと思いますけど。そして9期もいるよ。いや素晴らしい。いやこれはね本当にね、こうやって毎回作ってくれる伝え別橋さんに本当感謝感激雨嵐だなと、そういう風に思うところです。デコマッチョっこりというわけでね、そろそろ CD の方を買ってこの伝え別橋さんも後にしたいなと思います。いやほんまに素晴らしいな。まあこれでね3店舗全部巡ったことになるんですけれども、本当にどの店舗さんも素晴らしい展開をしてくださっておりまして、本当に感謝というところでございますね。改めて NAB48 の魅力をこうやって伝えてくださって本当にありがとうございますと、そういうところでございます。それでは CD 買って伝え別橋さん出ていきたいと思います。まあいろいろ特典とかあるんで、それをお見せしたらエンディングに行きたいと思います。それでは CD 買っていきましょう。というわけで買い終えてきましたけれども、とんでもないな、素晴らしいわ。これはこれね、伝え別橋さんで CD を買うと特典でついてくるレジ袋みたいなやつですかね。これは素晴らしいですよね。こんなん持ち歩けるってファンにとっても最高でしかないんですけれども、はい、こちらの中に、まあ、いくつか特典があります。まずはポスター3タイプ全部買うともらえるといいます
ですか、レラシーでございますので、皆さんもあるうちにゲットしていただいてところですけれども、これはありがたい。でもう一個特典っていうのがフライヤーでございます。ここにねちょっと紙がねあると思います。これがフライヤー、ちょっとね誰が出たのか見ていきたいと思います。まず一人目はシンシンですね、清水花ちゃん、いや可愛らしいですね。続いて二人目はちょっとねめくりにくいんですけれども、非常にはい、おレイコって文字が見えたよ。前田レイコちゃんですね、多分ね、ちょっとしっかりと持ちたいと思います。というわけで2人目前田レイコちゃん、いいっすね、なかなか決まった顔してますよ。さあそして3人目ですけど、誰だろうな3人目。こういう時にね推しメンが出るってことも十分考えられますが、果たして誰だろうか。3人目、ちょっとずらして名前見ようか。おっと待って、マジでちょっと待って、手震える手震える、マジか、これとんでもないわ。最後の最後に、お風もミラクル起こしそうでしたけど、ミラクル起きましたよ。というわけで推しメン出たよ、塩月ケイトちゃん。いやこれは嬉しいな、やっぱ手が震えますねこれはね。いや最高っすね、こんな最後の最後に推しメン引き当てるかこれ。いやある意味ね運持ってるんだろうなと、そういう風に思うところですが、いやこれは嬉しいもんです。というわけでこんな感じでね、まあ、CD 店舗3店舗を巡っていきました。ほんまにねどこも素晴らしいので、ぜひとも皆さん行っていただいてですね、もうその素晴らしさを実際目で見て感じていただきたいなと、そういう風に思います。それではね袋を持ちながら、そしてケイトちゃんのこれも持ちながらエンディングに行きたいと思います。それではエンディングです。はい、というわけでエンディングでございます。ということで、いや本当にどの店舗さんも素晴らしかったですね。つたやびす橋店さん、上信日本橋店さん、そして HMV 心斎橋店さんということで、この3店舗が今回 NMB を展開してくださってます。こんなにありがたいことは本当にないなと、当たり前じゃないからな、この状況とね改めてそういう風に思うことができた、そんな1日だったなと思います。 CD もねゲットできたんで本当に良かったなと、そういう風に思っております。それではね、この動画の方は締めくっていけたらいいなと思います。はい、というわけで今回の動画はこの辺りで締めくさせていただければというふうに思うわけでございます。はい、というわけで今回の動画はですね、 NMB48 のフォースアルバム No.13 の発売を記念しました。で CD ショップの展開を見ていこうと、そういう内容でございました。いやほんまにどれも素晴らしい展開で、本当にありがたいなと、ありがたき幸せだと、そういう風に感じましたので、皆さんもぜひともね、この3店舗全制覇してみてはいかがでしょうかと、そういう風に思っております。それではね、この楽しい動画を、まあ、締めくるの寂しいですが締めくっていきたいと思います。はい、というわけで今回の動画はここまでです。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回も楽しんでいきましょう。ありがとうございました。